今日は環境に優しくて手間のかからない我が家の玄関の掃除法を紹介するよ。エコソフィーという環境型多目的クリーナーを10倍に濃縮していろんなとこに特に汚れのひどい部分に振りかけて一晩置いておきます。その後スチームクリーナーできれいにします。こんな風にスチームが出ます。ちょっとこのおじさんもきれいにしていきます。こうやってね、スチームで飛ばすといっぱい汚いのが出てくるから、この後ほうきで掃いていきます。こうやってね、スチームできれいにした後水をまいて、その後ほうきとちりとりで掃いていきます。乾いてからね、ほうきとちりとりで掃いてもどっちでもいいです。何でもね、掃除機でもこうやって縦に、はい、縦に掃除機して、横に掃除機して、一番端にゴミがたまるから、何でもね、こうやって吹き飛ばしていきます。このランプがね、緑になってから中の圧力が高まって沸騰してからスチームしないとすごい熱い蒸気が出ないので、あんまり綺麗にならないんですけど、でもこれ1リットルのお水入れて3回ぐらい汲んできて全部綺麗にしたらだいぶ綺麗になります。こういう割れてるとこ、こういうとこには、特に家のこういうとこにはばい菌がたまりやすいので、陶器と一緒ですね。陶器もかけたら捨てた方がいいっていうのはばい菌がたまりやすいからなので、こういうとこは特にスチームを当ててきれいにしておくといいかもしれません。とりあえず今から頑張って何回かスチームして、きれいにしていこうと思います。参考になれば幸いです。ちょっとね、何でもいいから、洗浄液を振っておいて、一晩置いてスチームジェットで飛ばして、その後ほうきで掃くという形です。今日は動画見てくれてありがとう。またね、バイバイ。